アメリカ合衆国パスポートアメリカ合衆国の市民権とはアメリカ合衆国の法律上の構成員に付与された特定の権利、権限、義務、恩恵を伴う社会的地位、または立場である。合衆国憲法の市民権条項に従ってアメリカ合衆国領土内で出生した子、合衆国市民の父及び母の下に生まれた子、市民権取得者は 自動的にアメリカ合衆国の市民となり、同国の構成員となる。市民権は人がアメリカ合衆国において働き、生活し、連邦政府のサービスや援助を受けられるなど、その人物が一連の権利や権限を持っているかどうか、識別するための法的指標となる。アメリカの法律では、外国籍の人物でもアメリカ合衆国の市民権を取得することは可能となっている。 市民権を取得していない外国籍人はアメリカ在住者であってもアメリカ合衆国の市民権保持者としての市民にはならない。市民権はその所持者が放棄することもできる。また政府によって剥奪された場合市民権は消滅するが市民権の回復も可能なものとなっている。なお、米国国籍法では二重国籍に関して特に言及はしていない。 アメリカ合衆国政府は二重国籍の存在を認め、米国人が他の国籍を持つことを認めてはいるが、方針としては二重国籍を支持していない。生得権とは、生まれながら持つ権利のこと。アメリカ合衆国憲法修正第14条に、従い、アメリカ合衆国の領土内で出生すると、アメリカ合衆国の市民権及びパスポートが付与される。戦時中における、 敵国人は除かれる。年齢により、投票の権利を持てない、飲酒ができないなど、法的にいくつかの恩恵が制限される。移民など市民権を持たない者が、アメリカ合衆国の市民権を申請する場合、規定の国内居住年数を満たしていること、重罪の有罪判決を受けていないこと、移民局の判断でその人物が健全な精神を持っていると判断されること、 アメリカ合衆国憲法に関する知識があること、老齢者や障害を持つ者を除き英語を理解し、話せることなど、いくつかの要件を満たすことを求められる。管轄当局は、アシス US シチズンシップイミグレーションサービス。宣誓式で、オースオブアリージャンスを行う移民新たに、アメリカ合衆国市民となる移民は、フォースオブジュライ期間セレモニーや、 帰化宣誓セレモニーと呼ばれる宣誓式に出席し、すべての移民はその場でオースオブアリージャンスと呼ばれるアメリカ合衆国に対して忠誠を誓う宣誓を行う。オースオブアリージャンスには下記の内容が含まれている。アメリカ人が市民権を放棄する場合は2350ドルの手数料を支払い所要の手続きを行う必要がある。外国にいる場合は 現地のアメリカ大使館に出頭する必要がある。市民権の放棄者は取得希望者と比べて圧倒的に少なく、2019年には2072人にとどまっていたが、2020年にはアメリカ国内に新型コロナウイルスの感染が拡大したことなどから、年前半だけで5800人を超える数となった。 国土安全保障省は合衆国市民の権利と義務として以下の項目を挙げている。アメリカ合衆国市民は陪審裁判に招集される。ありがとうございます。